アレクサンダー・アグリコラは、ルネサンス時代に活躍したフランドル学派の作曲家。この時代の作曲家によくあるように、彼の若い頃についてはほとんど知られていない。記事も不明であるが、複数のイタリア語の文献に、彼のことが、ドイツの、と記されていることから考えると、今日のドイツにあたる地域で生まれたのかもしれない。その後の人生については、イタリア、フランス、 ネーデルラントで職に就いていることが確認されているが、その間に活動が不明である時期が何度かある。彼はしばしば無断で仕事を辞めてしまったようだ。1471年から74年の間、彼はミラノのスホルザ公の下で歌手をしていたが、この間、ミラノの聖歌隊はヨーロッパで最大かつ最も有名なアンサンブルの一つへと成長したのであった。同時期のミラノには、 他にもロイゼ・コンペール、ジョス・カンデ・デップレ、ガスパール・ファン・ベルベケなどの作曲家兼歌手が多く滞在していた。1474年、スフォルツァ公はアグリコラのためにロレンツォ・デ・メディチェの紹介状をしたためており、このことから察するにアグリコラはフィレンツェへ向かったのであろう。1476年にはネーデルラントのカンブレイにいたことが確認される。 ここでもおそらく歌手として雇われていたのであろう。その後1491年までの長い期間、彼の活動はほとんどわかっておらず、わずかにフランス王家の礼拝堂で活動していたことがあることが知れるのみである。しかし、1490年代以降、フランスとナッポリの間で彼の取り合いが起きるほどであったことを考えると、この時期に彼は着々と作曲家としての名声を、 築き上げていたのだろう。1500年、ブルゴーニュ公、カスティーリャ王、フィリップ・ビコのもとへ仕えている。アグリコラは王が帝国内を周遊するのに同行していたようだ。この時期にはヨーロッパでも最も名高い作曲家の一人となっていた。1506年8月、スペインのバリアドリッドにおいてペストによりボス。アグリコラの様式はヨハネス・オケゲムに近く、 年を経るとともに、次第に、ジョスカンの通魔法的な作曲技法を取り入れるようになった。作曲時期が確かである作品はわずかだが、多くの作品では通魔法的でなく、複雑で、リズム変化の多彩な、オケゲム的対法の技法を用いている。ただし、オケゲムとは異なり、アグリコラは、繰り返しや、ゼクエンツを用いることに、積極的で、 1500年頃に通模法様式が広く流行する頃にはこの技法を多く取り入れるようになった。アグリコラの作品にはミサ曲、モテット、様々なスタイルの世俗音楽や気楽音楽が残されている。気楽作品の多くはジル・バンショワやオケゲムの世俗音楽に基づいている。多くの作品が15世紀後半に人気を博していた。アグリコラはウルゴーニュ学派と ジョスカン世代のフランドル学派の両方の様式で作曲しており、この二つの様式の間をつなぐ貴重な存在の一人である。ありがとうございます。